ゃんです今日はねあの愛車ロードスターに愛車のロードバイクが詰めるかどうかっていうちょっと実験動画をしてみたんですけどえっとね入らないことはないでね屋根開けて入れて、えー、外したのはサドルを外して、まあ、タイヤはもちろん外してっていう形で今入れてみたんですけど まあ入らないことはない。ただね、ここのフロントフォークがちょっとお腹のとこ邪魔してるのと、まあ運転できないことはないかなって感じですね。でね、あの、ロードスターミッションなんでね、あとはギアがチェンジできるかどうかなんですけど、まあまあ結構当たるんで、えー、オートマ車やったら運転は問題ないかなと思います。 でねえっ、ー、と閉めてからちょっとねここのフォークの向きとかをちょっと工夫してあげたら運転できないことはないかなとは思うんですけどえー、ちょっとね運転が自信ない方とかはちょっとしんどいかなと思いますただ、ね、前回ねちょっとツイッターとかで書いた時にあのー、えー、輪行バッグに入れたらどうとかっていう方とかもいたんですけど輪行バッグに入れるとねあのー こういうところ、もう全部ね、あの、覆い尽くされてしまうので、多分ね、輪行バッグに入れてしまうと、えー、詰めなかったと思います。で、車自体に傷がつきにくくはなるけど、あのー、自転車自体が詰めにくくなると思うので、まあ、それは難しいかなとは思います。一応ね、窓も閉まってるし、屋根も閉めてあるんで、 でね、去年とと、一昨年から2年前かな。和歌山行くときに、あのー、パナモリを、えー、ロードスターに積んで、えー、行ったんですけど、もう少しね、ここまでの準備をせずに行ったんですけど、まあ屋根は閉めれず、開けっぱなし、で、タイヤもつけっぱなし行ったんかな。えー、リアタイヤだけ外したんかな。まあその仕様で、屋根は閉めれないけど、 一応、縦横、自転車はみ出ることなくはいけました。ただ屋根が閉めれなかったっていうのがあったんですけど、まあそういう仕様で行くとね、あの、晴れ出たらいいんですけど、あれ夏場だったんで、あの、雨がね、天気予報で晴れマークがずっと何日も続いてる日に行ったんですけど、ただ最近のね、あのゲリラ豪雨とか、えー、夕立とか、もしあったら、 終わってたなーって思うんですけど、あれは本当に一か八かで行ったんで、まあね、ああいう怖い思いをしなくても、まあこうやって屋根閉めれるような状態で乗ろうと思ったら乗れるんで、しまあしかも一人。でね、ロードスターはね、この座席がね、後ろにね、えー、行かないんですよ。で、前には行ける。だから体がちっちゃい人は前に座席は動かせるけど、後ろには行かない。 で、体ちっちゃい人はシートを、まあ少し前前傾にしたりとかできるけど、えー、後ろにも倒せないし、後ろにも引けないということで、こういうスペースしかないんですけど、あとね、こういうところにちょっとしたスペースがあるんで、えー、これをね、うまく使えたらいいんですけど、これはね、屋根を収納するとここが、まあ、全く使えないスペースで、閉めた状態で、屋根を閉めた状態だと、こうやってスペースが空くんで、 屋ね、閉めた状態で、ここになんかカバン入れたりとかはできるんですけど、まあ、こういうところにホイール、あの、入れられたらいいんですけどね、ホイールがね、あの、入れられない。で、ちなみに、せめて、この二つ今、ホイール入れてるんですけど、このホイールだけでもね、あの、リアのトランクに入れられたらすごく助かるんですけど、えー、ロードスターの、えー、リアのトランクは入りません。ホイール自体が。 あの、たとえ一本であっても入りません。なので、こういう形になってます。だからね、あの、富士昼とか、えー、ノリ乗ラとか、ああいうヒルクライムの大会に行くとき、一人で行くんだったら、まあ、この仕様でなんとか行けないことはないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとね、運転だけ気をつけてもらって、まあ、この辺ね、ちょっともう少し入れ方工夫したらいけるんかなと思うんですけど、まあ、こういうね、 ツーシーターのオープンのミッションとかね。こんな車に、えー、ロードバイクを入れるのはそれ自体がちょっと無茶なんかもしれないですけど、まあ近場とかだったらね、運転多分そんなに差し支えないと思うんで、まあこういうあの遊び方もあるよということの動画、あと検証結果でした。えー、完全に安全に乗れるっていうわけではないですけど、えー、ロードスターに、えー、ロードバイクは詰めないこともないという、 動画でした。え今日はあのー、一応そういう実験動画だったんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、どうもあのご視聴ありがとうございました。さっきね、一回ね、動画、あのー、まあ、 乗らないことはないですよっていう形で今終わってしまったんですけどもう一回ねちょっとなんか積み方工夫できないかなっていうことで今ちょっと色い々ろいろパズルみたいにしてやってみたらまあこれだとこの変速も問題がないしあのそんなに自転車自体もぐらつくこともないのでまあ安全に遠方に行けるかなっていうのでこういう積み方にしましたと思います今ね一番やってみたいのは和歌山とか あの、もう昼クライムするんやったら、もう和歌山ってすごく、あの、楽しそうなところいっぱいあるんで、ただまあ、あの、電車で行くのか、自転車で乗ってそのまま自走で行くのかっていうのが結構微妙なところで、日帰りで行こうと思ったら、えー、自走だと行ける範囲が限られてくるので、まあ、あの、この積み方で、えー、行けるんだったら、えー、もう少しね、ご自分の行動範囲が広がるかなと思いますんで、 まあこれでね、ちょっとしばらく、あのー、もう少し積み方なんかをね、えー、自分で工夫して、もう少しうまくできるようにしていきたいと思います。さっきのね、あのー、一回を閉めた動画の方でもそうやったんですけども、ホイールがね、リアのトランクに入らないので、まああの、こういう形でなんか工夫していくしかないんですけども、なんかね、これをもう少しここの上のバーとか使ってね、あのー、タイヤ上に、 釣ってしまうううとととかそういいうい方法ももねちょっと考えられないこともなこので、まあ、リアにね、キャリアつけてもいいかなとは思うんですけど、あとヒッチメンバーとかね、お金があるんだったら、まあ、それでヒッチキャリア使って、リアに、えー、自転車をつけるのが一番、えー、いいんでしょうけど、そんなにお金かけたくないし、お金ないので、まあ、この仕様が一番、あの、貧乏仕様で、あの、私に一番合ってるかなと思います。 まあこれだとね、本当にちょっとあの楽しくいろんなとこ行けるかなと思いますんで。えー、ね、なんか少なくなってきた、えー、国産のオープンのクーペ、えー、のミッションのスポーツカー、ロードスター乗ってる人も多いと思うし、まあ趣味がロードバイクやからこういう車諦めてるよっていう人とかもたくさんいらっしゃると思うんで、 まあね、あの、ロードスター乗ってても、ロードバイクの趣味って、えー、できないこともないので、まあ、こういう形でね、あの、参考に、えー、してもらえたらと思います。こういうね、ちょっとね、もうペラペラになった、あのを、子供がちっちゃい時に使ってたような、えー、毛布とか、こういう、あのー、こういう時用に、あのー、用意してたタオルケットとかね、こういうのを使って、えー、行けばね、自転車も傷つくことなく、輪行できるんで、まあ、あのー、参考にしてもらえたらと思います。 え長くなったんですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。2回目の締めです。ご視聴ありがとうございました。